大神田正文は日本の企業家。山梨県出身。マザーズ第一号として上場していた暴力団のフロント企業、リキッドオーディオジャパン元社長。山梨県立鶴高等学校を経て、1990年、東京大学工学部在学中にフューチャーキッズジャパンを設立し、企業。その後スーパーステージ、インターネットコミュニケーションズ代表取締役。 ミュージック COJP 代表取締役を経て、1999年11月にリキッドオーディオ、ジャパン社長に就任。2000年のマザーズ上場記念パーティーは5000万円をかけ、浜崎あゆみ、小室哲也、モーニング娘。ツンク、石地博師匠、藤原紀香、鈴木亜美、スピード、ラモス類、岡野正幸らが出演し、 テレビ局やレコード会社などの大手メディアは祝辞を寄せた。2000年5月16日、東証アローズでの会社説明会にて、右手の指が5本欠落していることを幼稚園の頃、事故に遭ったためで、暴力団にやられたわけではないとした。また、インターネットの掲示板や雑誌などで噂されていた、暴力団関係とのつながりなどについて、質問をされた際に、 平成6年から7年まで在籍していたことは確かだが従業員ではない。当時は有限会社代官田商事で経理を手掛けていただけで違法行為はなかった。暴力団関係の会社とは知らなかったフロント企業だったかどうかわからないと述べた。しかし、逮捕時の家宅捜索で複数の指定暴力団、住吉会系組幹部の名刺が押収されている。また、指定暴力団、 六代目山口組の二次団体、五島組のフロント企業、自動車販売業者、パパイノエールに総務部長の肩書きで勤務していたことも明らかになる。ありがとうございます。